今日はキュアマカロンとキャットマカロンの塗り絵に挑戦してみるよ。上手に塗ってもらえると嬉しいわ。まずはキュアマカロンから。キュアマカロンの髪の毛はピンクと紫の間っぽい色だよね。よし、このペンで塗ってみるよ。上手に塗れるかな。はい、ゆかりの髪の毛、出来上がりだよ。次は帽子やお洋服を塗っていくよ。帽子やお洋服は紫色だよね。この紫色のペンで塗っていくよ。まずは帽子の部分。ここは赤で塗っちゃうよ。首元のリボンも紫色。お洋服ではここの部分が紫色。あとはこの部分も紫色だね。ここも紫だよ。スカートの下の部分も紫色。こちらも紫。あとは靴の部分。靴も紫に塗っていくよ。足の丸い部分は赤。足の先は薄い紫色だよ。あとは残りのお洋服の色。ここの部分は薄い紫色。ここも薄い紫色だよ。ここは赤色。尻尾とリボンは赤と紫を合わせたような色なので、まずは赤色を塗って、その上から紫色を塗っていくよ。尻尾も同じように塗っていきます。あとはお肌を肌色に塗っていくよ。はい、これでキュアマカロンの出来上がり。可愛く上手に塗れたでしょ。今度はキャットマカロンを塗ってみるよ。キャットマカロンのお顔のマカロンの部分は紫色。紫色を塗っていくよ。マカロンの下の部分も紫色。この部分は紫色だけど、ちょっと色の変化をつけてみるよ。ここの部分は赤色。尻尾の部分も紫色だよ。クリームのお星様部分は濃い紫色。この部分も紫色。ここはクレヨンの紫で塗るよ。あとはお皿の部分。お皿は薄い紫色で塗っていくよ。はい、これでキャットマカロンの出来上がり。キュアマカロンとキャットマカロン、両方ともとっても可愛いね。上手に塗ってもらえてとっても嬉しいわ。ありがとう。可愛く塗って、レッツラ混ぜ混ぜ。
バイバーイ。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。